今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は先ほど送らせていただいたレシピ、はい、レシピというかフードリストの、はいはい、まず物は揃いました。なんか2つあったら1つしか買ってないですけど大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。どっちか大根とか、あ、大根もある。あ、大丈夫です。あります。大体はい。そうしましたら、今日は鶏汁アスリートバージョンということで、ちょっとタンパク質多めな汁物、はい、いつもケイタ選手の豚汁とか作ってらっしゃると思うんですけど、はい、はい、少し作り方を重ね煮っていう作り方を取り入れた、はい、やり方でチャレンジしていただこうと思います。はい、お願いします。重ね煮をアスリートの方にお伝えしたことがそんなになくて、はい、はい、プロレベルでね、ご飯作れるから。いやいや、適当性。ぜひ今日はチャレンジしていただきたいと思って、はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、ミッドちゃんで、まずはキノコからいきたいと思うんですけど、はい、えのきあります。はい、これぐらいの片手鍋、いつも汁、はい、作ってる、はい、で、いきます。で、これに次えのき、切って、はい、食べやすいサイズに切って、で、こう入れちゃってください。これ全部でいいですか？おお、結構ありますね。半分くらいいきましょうか。あ、はい、もう下切るだけでいいですか？そう、下切って食べやすい感じに、3、4、5センチくらいかな、なんかザクザクザクって切っちゃって大丈夫です。お、ガクガク綺麗に見える。あ、こういうことですよね。そうです、ありがとうございます。で、もう入れちゃっていいですか？はい、入れちゃっていいです。さすが。いつもこの時間ご飯作ってますか？ちょっとお昼寝ってか、ゆっくりしてから作ってる。はい、昼寝してました。おはよう。さっきまで。絶対やばいっすね。甲府でしたっけ？伊勢、長野にいました。長野か。あと水戸。そっか、水戸か。あ、でも水戸はあんま雪降らない。雪降んないですけど、めっちゃ寒いっすよ、普通に。海沿いだからね。えのき完了。はい、そしたら次、私は水投げしたんですけど、緑の葉っぱ。あ、水のありますよ。あ、でも元気ないかも。元気ない？入れちゃいますか？いけそうじゃないですか？じゃあ行こうか。これでいこう。切ってこんな感じに、キノコ、はい、キノコの上にもう重ねちゃってください。はい、入れました。はい、で次は私は、里芋を買ってきたんですけど、何にしましたか？里芋買ったんですけど。あ、オッケーオッケー、ごぼうにしましょう。じゃあごぼうはささがきくらいで、いつもの感じでお願いします。いや、ごぼう本当使わないんですけど。あ、本当ですか？なんか、あ、使う時もあるんですけど、うん、これどんなもんすか？おー、それぐらいですね。はい、で、ごぼういつも謎なんですけど、はい、謎。これどんだけ洗えばいいですか？これ、それ土が落ちるくらいまで洗うか、包丁の背
手でこっちこっち、そうそう、高校生で手でゴシゴシしてもらってちょっと落とすといいです。真っ白にしていいですか？はい、真っ白くしちゃって大丈夫です。こうやって人に教わりながら料理するの初めてかもしれないねえ、なんか今の時代ならではですよね。確かに、なんか、うん、こうコンソメ使わなかったりとか、はい、なんか いろいろなんか自分のよくわかんないいろいろあるんですよ。はい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 、自分の中で、はい、と言っても全く使わないわけじゃないですけど、うん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 、だからなんかだって教わるのもなかなか難しいなと思って、はいはいはい、逆にでも今日なんか胸肉ちょうど僕買ってたんで、うん、同じような豚汁ばっかやってるし、うんうんうん、だからすごい良かった。あー良かったです。でいつも胸肉があのなんか鶏ハムに変身してるもんね。だいたいそうっすね、もう楽してあれ楽なんで。ねえ、あれ楽ですよね。これ洗ったんですけど、はい、お先汚いもん。でなんかあれですか、こういうなんかこういう感じですか？そういう感じでそぎ切りみたいな感じでこうシュッシュッて切っちゃって。これなんか水につけといた方がいいみたいなのあります？あ、私はアク取りしない派なんでそのまま入り、でもこのままいいですか？はい、やっちゃってください。手気をつけて。はい。でも沖縄でも普通にごぼうとかその東北が産地の野菜も手に入りますよね。入りますね。何でもスーパー次第ですけど、まあ、普通にありますよ。ありますよね。うん、でもなんかもうちょっとは嘘だな。夏になったら、うんうん、なんかゴーヤーとか、はいはいはい、なんか夏のモロヘイヤとか、はい、ああいうの安く売ってるじゃないですか、はいはい、だからその時期は結構僕は好きっすね。料理する夏野菜が好き？好きっていうかなんか好きっすなんか栄養ありそうなんで。うん、そうね、やっぱモロヘイヤとか好きっすね。あ、モロヘイヤめちゃくちゃ鉄分ありますよっていうじゃないですか。なんか納豆とか、うん、味噌汁とか、うん、なんか何かと、うんうん、うち難しくないか。はい、あ、私もあの選手の方に結構お願いしてます。でも大体ブロッコリー食っとけばいいってちょっと思いがちなんで僕の場合はブロッコリーとトマト食っとけばいいでしょってちょっと思ってるところあるんですよ僕。ああ、そうなの。まあでもね、大事ですよね、この食べ物がパワーフードだみたいに思えるのも。なんかいろいろ買うの苦手で、なんか使い切れなかったりするじゃないですか。そうね、一人だと。なんか温泉行っと沖縄長いですもんね。長いですね。なんかトータルで僕6年ぐらい住ん6年7年ぐらい住んでるらしいですけど。ごぼう入れました。はい、そしたら次は玉ねぎをいっちゃいたいと思います。はい、玉ねぎ1個全部ですか？はい、1個全部使います。足の調子どんなですか？違いますか？うん、もう良くなってきました、だいぶ。あ、ほんと。なんか去年怪我っていうか手術して、はいはい、でなんかもうちょっと早く治ると思ってたんですけど、うんうん、1月の最初あんまなんか結構練習混ざってやってたらあんま調子良くなくて、はい、痛みが出て、はい、でまあ最近また練習に完全に合流して、うん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 、まあ、今はいい感じですね。あ、良かったですね。ゆっくりやります。これこんなんですか、切り方？こっちいいですか？半分にバサって切って、はい、で、切った面を下にして、はいはい、はい、切っていきます。あ、普通に切って、これも取っていいですか？下、はい、取っちゃってください。なんかできる限り、うん、玉ねぎの芯の中心に向かってこうやって切って、回し切りって言うんですけど、あ、はいはいはい、
中心に向かって入れていくと目も痛くならないし、え、そんなの薄く、そうな、あの、ま、真ん中に向かって切っていってみてください。でも厚さ難しいですね、そうすると。そう慣れるまではちょっと難しいんですけど、え、薄さっていうか、どれぐらいで切っていいんですか。そんな細かくないですか。はい、これぐらい、その1センチ弱くらい。あー、OK です。はい、それももうごぼうむずごぼうの上に重ねちゃって。僕いつも金の適当なんですよあの、もう食べれいいって思ってるとこ半分ぐらいあるんで、はい、で、自分しか食べないじゃないですか。うん、だから人に食べさせるってなったら多分ちょっと気使うかもしれないですけど、はい、最後結局自分じゃんみたいなのあるんでちょっと不細工でも、いやそうよね、まあいいじゃんって思っちゃう、はい、お腹に入ったら一生すもん、ね、はい、これあれですね、もう一個こっちもすね、はい、こっちも入れちゃいました。氷河って自分で料理してるんですか、あいつ。氷河くんは今奥さんがシンガポール来てくれたんで、うん、もう奥さんがやることが多いですけど、シンガポールに奥さんがいらっしゃるまではずっと自分でやってました。あ、そういうことか。はい、僕琉球で一緒にやってるんで、あいつ。あ、そうですよね、言ってます。半年ぐらい。はい、なんかあと樹くんも圭太くんのことわかるって言ってね。ああ、やってますよ、一緒のタイミングであいつも琉球行ったんで、うん、あ、入れました。はい、そしたら次人参いきます。はい、あ、いい量ですね。これ全部いけます。全部いくか、半分くらいか。じゃあ半分くらいして、はい、で、人参は、はい、僕ずっと顔映ってないけどいいですか今からどうしたらいいですか。こうこうするか、こんなか、おいい感じ、はい、いい感じですかね。はい、はい、人参もこんな感じで細切りみたいな。え、それどうやりますか。普通に斜めにこうスライスして、はい、それをこうちょこちょこちょこって縦に切っていくだけ。斜めに、はい、斜めにこうですか。そう、もう普通にこうドキドキ。あ、それで、はい、全然大丈夫。え、顔に向かって痛いですよね。はい、なるほどね。で、これを立てていればいいってことですか。はい、チャンネルではなんか30秒くらい Vlog 的に出してあ、そうします。はい、わかりました。そしたらそっちでなんか細かいの見てもらえればみたいな感じの方がいいかなと思って。すいません、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。でも自炊してしたいって言ってるサッカー選手増えたんじゃないですか。あー、そうかもしれないですね。家にいる時間長いから。あー、そうですね。で、あんま外食しなくなってる選手多いじゃないですか。うん、ずっとウーバーイーツしてる人もいるんじゃないですか。うん、めっちゃこんな長細くなっちゃってるけど大丈夫ですか。はい、あ、長細い、OK です。はい、大丈夫。はい、そしたら最後大根切ります。はい、大根どうなんすか。あ、いいですね、それ3分の1か半分くらいかな。はい、で、いちょう切りにこんな三角で。はい、大根皮むきます。私はちょっと取りました、今日は。
でも、あの全然取らなくても大丈夫です。なんか大根は僕取るんですよね。おお。でも人参は最近取んないですよ。人参薄いっすもんね、皮が。うん、お前まで人参も絶対取ってたんですけど、なんか多いかな。意外といけるんで。はい。ケイタさんはお腹が強い方なんですか？そんなに悪くなんないかな。なんかそれこそ一時期、はい、なんか朝スムージー生活してた時あったんですよ、僕。はいはいはい。ヨーグルトスムージーで、はい、なんか果物とかなんかほうれん草とか入れて朝出てくるみたいな、はい、でそれがいいと思ってやってたんですけど、うん、その水戸で血液検査、その腎性アレルギーの検査して、はいはい、でそしたら乳製品ダメって出て、で確かにそこから変えたらなんか調子良くなって、たまにお腹痛いなって日確かにあったんですよ、はい、この時期。あ、やっぱ合ってなかったのかな。合ってなかったですね。あ、だからそこからあんまり、まあ、でもたまにそれでもなんか食べたい時は食べる時ありますけど、積極的にどうなるのか、はいはいはい、感じですかね。毎日のねルーティーンにはいけなくなったっていう、わざわざ買わないっていうか、どうしてもなんか甘いもの食べたくて、なんかそういう乳製品入ってるの食べたりする時ありますけど、OK です。そしたら、鶏肉と豆腐も入るかな。お、ギリギリ攻めてますね。大丈夫、かさは下がるんで。これ 100g ぐらいって言ってましたね。そうですね、100か150くらいで。じゃあ150で、はい、これ今大きいの。これ 200g 大丈夫かな。はい、でもうこんな感じでブロックに切っちゃってください。ブロックに、はい。あ、入れていいですよね。はい、入れちゃってください。入れました。はい、そうしましたらもうその上に味噌を乗っけちゃって蓋をして火を入れていきます。味噌このままポンって乗っけていいんですか？はい、乗っけて、まあ、あの何箇所かに分けて乗っけると後で溶けやすいので。なるほど、はい、こんな感じ。もう山盛りになってるけど。あ、OK です。え、豆腐もですか？豆腐も、あ、ごめんなさい、豆腐もやっぱさっき白いの何かなと思ってちょっと二度見してたんですよ。豆腐も、はい、お願いします。知ってます？沖縄だと、うん、木綿豆腐って言ってないです。島豆腐って言ってない。あ、やっぱそうなんだ。うん、うわー、面白いですよね。なんか沖縄豆腐美味しいですよね。あ、美味しい。あ、なんかあとなんだっけ、油脂豆腐とかいうの知ってます？へえ。あ、やばい、小さすぎたかも。油脂豆腐ってどんなお豆腐なんですか？なんかちょっとバラバラ、ボロボロってしてるやつ。ああ、なんかスプーンですくって食べるやつ。あ、まあまあそんな感じです。お味噌も無添加の選んでるんですね。なんとなくこんなめっちゃ気使ってるかって言われたら嘘みたいになりますね。いやいやいや。え、これ味噌どんなもん？いつも使う、あのこのお鍋で作るとき使うくらいの量を入れちゃって大丈夫ですよ。じゃあ結構入れるんだけど、まあでも濃くは後からできる。はい、こんなもんにしとこう。はい、 OK です。で、
蓋ありますか？あります。はい。蓋をして弱火です。弱火。はい、弱火です。 OK です。鍋肌にこうちゃんと当たってたら OK です、火がね。はい。でもうあとこれで火が入って湯気がこう出てきたら混ぜて、お水入れて味見て調整して終わりです。あ、お水入れるのか。そうか、お水入ってないの。はい。え、ニンニクとか生姜入れなくていいんですか？ニンニクとか生姜入れようと思ったんですけど、入れる、火が入ってから最後に入れてもいいですし、細かく刻んで、はい、なんかスタンバイしておこうかなと思うんですけど。あ、なるほど。はい。体調によって、例えばその、なんだろう、体温めたいときは、ニンニクも生姜も両方入れていいし、はい、なんかすごい外が寒すぎて、あんまりニンニク入れすぎると、今度体が、入れすぎると今度冷えちゃうんですよ、ニンニクって。冷やすぎるから。だから、そこら辺をちょっと調整しながら入れたいと思うんですけど。なるほど。ちょっと細かく切って用意しておきましょうか。はい。これどう切ればいいですか？そうですね、みじん切りみたいに細かくしたいです。あ、はい。全然切って入れちゃって大丈夫ですよ。あ、ほんと。はい。油揚げって使いますか普段？あ、使わないですね。うん、やっぱ油気にすると思ってやめてるんですけど、うんうんうん、なんかわざわざ買わないっていうか。そうですよね。とは言っても、うん、なんかそれあったらめちゃめちゃ美味しいって時は使いますけど。わかる、それ。これ厚揚げ入れてたら絶対美味しいよなみたいな時ありますよね。うん、なんか新しく作るものとか、なんですかな、なんかあるんですよね。 OK です。はい。鍋ちょっと湯気出てきてますか？まあ、グツグツいってます。グツグツいってる。そしたらもうそこに生姜とニンニク入れちゃってください。うん。はい、入れて蓋です。少し傘が下がってきてますか？はい。少し下がってきてますか、傘が？はい、はい、下がってます。はい。今日はあと鶏汁以外は何を食べるんですか、夜ご飯？サラダと、なんだろうな、納豆とブリの刺身。おお、いいっすね。いや、ちょっとブリの切り身を買って焼くか迷ったんですけど、はい、もうめんどくさいから刺身を買いました。お魚とぜひ合わせてくださいって書きましたね、私。言われたことはやるタイプなんで。すいません、なんかどうしようかなと思ったんだけど。いやいや、めちゃ分かりやすくてよかった。はい。お刺身の方がこうフレッシュなタンパク質体に入るんで、他もお刺身の方が良かったりする人もいる。あ、そうなんですね。はい。あんま家で魚なんか作るっていうか、はい、あんまりやんないんですよね。うん。だからサバ缶ばっか食ってるんですよ、俺。
おお、お魚。うん。ジャコとか買えますか？シラス買います。シラスとか冷凍もできるから。ああ、でもなんか朝食もうほぼシラスなんですよ、俺。ああ、そうなんすね。朝食がなんかもうほぼシラス、味噌汁とシラスとご飯となんか卵をかけて、ほぼ毎日同じようなものを食べて、なんか朝めんどくさくて、起きたらねすぐ用意していかなきゃですもんね。本当はもうちょっと準備しておけばいいんですけど。いやいやいや、大変よ。もうちょっと頑張ってと思うけど、いつも同じことしてます。じゃあさ、ま、沖縄のマグロをツナにするのはどうですか？ツナにできるんですか？はい。どうやるんですか？マグロに今みたいなフライ、ちょっと厚底のフライパンにマグロを入れて、オイルを、ま、マグロの、ま、半分くらいでもいいので入れて、もうなんかアヒージョ作るみたいな感じで、ローリエとニンニクと塩を入れて、弱火でグツグツ両面火入るまでやって、でタッパーにオイルごとぶち込んで、ほぐして食べたらツナです。そうなんだ。今度やってみよう。だからそのオリーブオイルで、柵で買った方がいいですか？そう、柵で買った方が。で、柵のままいっていいってことですか？柵のままいっていいです。じゃあ安いマグロでもまあまあ美味しく長く食べれるかなと思います。長持ちするってことですよね。はい、そうです、そうです。だからちょっと保存食的な感じでローリエ1枚入れとくと結構香りもこう出るし美味しいです、ね。で、なんかその油でそのままキノコとか入れてアヒージョにしてもいいし。ちょっとやってみますよ、はい。でもあのツナ缶は体良くないですもんね。そうですね、あの油はちょっとね。そうですよね、だから食べないですけど、サバも水煮にしてるんですよね。あ、水煮っすね、なんかもう大量のサバ缶って一時期オーナーの人にいただいて、だからもうだいぶサバ缶買ってないですけど、あと3つぐらいになったけど皆さんバター送ってくださるかもよで僕妹も一人暮らししてるんですけど、はい、妹に何か誕生日が何かのプレゼントで俺50個送ったんですよ、サバ缶。ちょっとふざけて多分あれ困ってますわ、ありすぎて全然消費してなかったですレシピ教えないと。サバ缶、いや教えたんですけど、とりあえず味噌汁でも食っとけ。美味しいですよね。美味しいし、まあ楽じゃないですか。味噌汁でタンパク質取れたらなんか朝もそれでいいかなと思って、今日の鶏汁も作って朝とかに食べても全然大丈夫ですよ。あ、もうですか。はい、なんか昼ご飯が結局なんか適当になっちゃうんですね。外で食べてることが多いんですよ。外多いんで、なんか定食屋みたいな、そこそこバランスよく取れるとこなんか見つけられなくて、なかなか。ちょっと難しいですね。練習場とお家の間でってことか。そうそう、だから20分ぐらいで帰ってこれんだったら別にちょっと準備してちょっと作って食べればいいんですけど、はい、もう40分とか1時間近くかかるところもあるんで、練習場決まってないから。そっかそっか、いろいろ行くんですよね。そうそうそう、それがちょっとなんかあれですね。だからなんか大手のとりあえず行くけど、まあ友達が来てるみたいになるっていうまたこの定食だみたいな。こんなの家で作れずにって言ったら怒られるけどそんなこと言ったら怒られる。そういう気持ちになる時がありますか。いつも選ぶのは何を選ぶことが多いですか。なんか鶏肉の、なんかネギの買ってるやつか、なんかそれにちっちゃいサバの、はい、切り身か、なんかマグロ入ってるトロロのやつあるじゃないですか。はいはい、爆弾ね。あれ、あれですか。何かの定食と魚のどっちかみたいな。野菜、なんかサラダみたいなのあるじゃないですか。はいはいはい、ああいうのなんか、あんま好きじゃないというか、トマトとブロッコリーあんまちゃんと入ってないから、なんか注文したくないですよね。
キャベツ、レタス強めじゃないですか、やって、うんうんうん、なんかあんま食べないですだから、うん、アスリートにとってはね、もっと濃い色の野菜からの方が鉄分とかも取れるし、うん、こっちの方が嬉しいですもんね、キャベツとかレタスより。ああ、傘増やしてんなと思ってます、俺は外食だからあとなんか家で食べれないカレーとか食べるとか。ああ、スパイスカレーみたいな。はいはいはい、前のたまに食べたりとかですかね。こんな感じかな。難しいですよね、外食。なんか外食が続いてストレスになっちゃう方は、お弁当を持ってってる方もいらっしゃるんですけど。店主ですか。はい。でもそれこそサバ缶とちょっとそのまあなんか煮込んだものとおにぎりとかですけど。ああ。これは無理だな。厳しいな。まあでも昼はね早く食べれた方が一番なんで。練習場の近くの。なんか練習終わった後になんかちょっと食べた方がいいじゃないですか、家でもし帰って、あ、てかすぐ外食どちらにせよちょっと食べるじゃないですか、はい、今なんかバナナ持ってバナナ食べてるんですけど、うんうんうん、なんか知り合いがなんかなんだっけな、あれ羊羹系。あー、はい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 、あやのっていいんすか。あの一時ね、あの湘南あたりで流行ってたんですよ。羊羹もあの小豆なんで、まあ、多少はタンパク質も入るし、あとまあ甘いから糖質がガッて入るんで、まあ、あの小豆のアレルギー出てなかったら OK です。なんかアスリート小豆、あの羊羹みたいなの出てますよね。なんか僕も試合前なんか食べてるんですよ、うん、羊羹、うんうんうん、なんか他の選手が、他のチームの選手が羊羹いいって言うから、はい、まあ、食べるかと思って、もう慣れたんですけど、最初は気持ち悪いと思ってたんですけどアップする前では食べて、はい、もうなんかもうルーティンになったからそんなに違和感なく、うん、私はすごいブクブク言ってきたんでお水を入れちゃいますけど、どうですか。あ、ブクブク言ってますよ。木上まで入ってそうですか。入ってきてますか。あ、なんか鶏肉色変わってますか、完全に。オッケーオッケー。そしたらじゃあお水を入れましょう。はい。え、量適当でいいですか。はい。全部浸かるくらいですか。はい、浸かるくらいに。はい。これ火強めていいんですか。はい、中火くらいまでしてかき混ぜちゃってください。あ、はい、はい、閉まってるお店も多いですか。あ、多いですね。あ、もう今どうかわかんないですけど、この20日まで、うんうんうん、まん延防止だったんで、うん、でも、まあ、あんまわかんないですね、行けないから。なんかここ2年くらいキャンプも私も、はい、行ってないんで、全然沖縄行けてないって寂しいですキャンプは沖縄めちゃめちゃ来ますからね、チームサッカーですか、基本。そうですね、サッカー選手のお客さんが多いです。ケイタさん、琉球何年目ですか。トータルで7年目らしいです。おお、すごい。だから最初2年いて、はい、でレンタルで半年戻ってきた時もあって、はい、で、また見取り行って、そっから次4年目なんで、うん、こんな感じです。すごいっすね、もうベテランですね。
僕33なんで次。いやいやいや、沖縄チームでは3番目かな。10年ぐらいいるやつもいるんで。あ、沖縄に。へえ。結構長くいる人なんですね。まあでも J2 のチームとかだとやっぱ入れ替わり激しいから、うん、選手もちょっとあれですけどね、こんなに入れると思わなかったっていうか、うん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 、行ったり来たり僕は結構したんで、うん、ちょっとびっくりしてますけど。いや、ご縁があったんですね、沖縄に。めちゃ好きっすよ。ねえ、いいですよね。あ、めちゃ好きっす。そう、あのちょっと今のキッチンセッションと全然関係ない話なんですけど、じゃあの EC サイトやってて、なんか食品とかあの販売してるんですけど、沖縄の黒糖をいつも仕入れさせてもらってて、あの無農薬のサトウキビだけで作った黒糖を、あの美ら海の方の黒糖屋さんにお願いしてるんですよ。なんかのんびりしてますよね。のんびりしてます。最初は結構びっくりしたこともあったけど、もうこんなに今慣れましたね、うん、なんか沖縄時間みたいなのあるじゃないですか。なんか夏とかめっちゃ日が長いんで、はい、7時半ぐらいまで上がらなかったりするんですよ、うん、だから本当ゆっくりしてたら、あれやばい、8時だ、飯食わなきゃみたいになっちゃう時あります。あ、気づかない。だからまあゆっくりしちゃうのも、まあ太陽が長いのもあるし、そういうのもあるのかな。うん、いいっすよね。うん、なんか勢いがすごい好きです。なんか農家の バナナ農家のおじちゃんとかもう、なんかお願いしてないけど勝手にできたらバナナ送ってきてくれるんですよ。急いで売らなきゃみたいな。すごい面白いです。玄米って体にいいんですか？そうね、まあ、人によりますけど、合う合わないがあるってことですか？はい、ミネラルが豊富なんで、で、なんていうか、白米って栄養素全部そぎ落とされちゃって食べなきゃいけないので、それよりかは玄米で食べたり、ぶつき米って言って五分付きとか、それぐらいで食べた方が、まあ、おすすめですね。いつもどうしてますか？で最近は玄米にしてます。うん、だ玄米生活一時期っていうか去年結構やってて、はい、でなんかある日白米をなんか友達が送ってくれて、はい、めちゃくちゃうまくてめちゃくちゃうまくて久々に食ったら、うん、なんかいいやつ、はい、やっぱお米ってほんと違うじゃないですか、うん、人によって。だからなんかまあいいかなと思って最近までまた白米生活にしてたんですけど、はい、まあ戻しました。まあ、血糖値がね急上昇するから、それだけが気がかりだっていう感じかな。そこと栄養素が、うん、白米さ、はい、白米、なので私結構あの子供と一緒に食べるときは五分付きとか八分付きとか、こうなんですか、ちょっとだけ精米してあるやつ。なんか JA みたいなとこだとそういうの売ってますね。うーん、スーパーだと多分あんま見ないですけど。そうですよね、うん、あとはネットで買ってる方も多いかな。ネットか、うん、ちょっと沖縄ネット弱いんで、あの送料かかっちゃうんで。そうね、うん、そうなんですね。ベスト送料かかるからね。うん、マジで。あとあとなんか注文して後に、うん、これ実はあの送料この金額なんですけど大丈夫ですかとか言って、いややっぱキャンセルしますみたいな結構ある。悲しい、同じ日本なのに。あ、まあちょっと遠すぎますね。大根いけるのか、もういけるか。いい匂いする。ちょっとニンニクと生姜入ってるから食べたら後でポッポしてくると思います。これ青菜入れるんですか？はい、最後は青菜入れて食べようと思います。おお、いい青菜、美味しそう。
本当に。いや、鹿児島さんって書いてある。沖縄のあるのに。でもここの鍋なんか入れるんですか。あ、最終的にそういうこと。はい、こんな感じで。ちょっと。あ、なるほど、なるほど。はい、もうこれ、もういいですか。これ食べれる状態ですか。どうですか。火入ってます。いや、火は入ってない。入ってる入ってる、はい、大丈夫です。ちょっとこう汁、はい、味見してもらって。え、うまっ。うまっ。 いつも作ってたお味噌汁と多分材料、豚汁と材料変わらないはずなんですけど、はい、この作り方で重ね煮のやり方でやると、その上にタンパク質引いて、そのままだし取りながら、こうお野菜の旨味がギューって圧縮されていくんで、うん、こんな感じでちょっと甘めな、うん、こう旨味が出てきて、うん、でそうするとお塩じゃないや お味噌の量とかも少し減らせるんですよ、うん、だから減塩にもなるし。そんななんか味噌いつもより多くなんか入れなかったんですけど、はい、なんか大丈夫そうですね。ね、これもう完成させます。はい、完成で大丈夫です。沖縄もう少ししたらもずく漁始まりますね。あ、そうなんですか。はい、来月3月末とか4月頭とかもずく漁っすよ。へえー、もずく漁。もずくってなんかもずく酢みたいな売ってるじゃないですか。はいはい。もずく酢、なんかもずくってなんか甘いタレみたいなのに入って酸っぱいやつ。カップね、はい。あれじゃなくて普通に味付きなしを買ってほしいです。やっぱそうですよね、はい、なんかあれはあんま良くないんだろうなと思って、うん、え、これの上にも青さ乗せていいってこと。はい、乗せて溶かしながら食べちゃうんで。はい、たら海藻も取れて、お野菜からビタミンも取れて、タンパク質も入って完璧です。最強ってことですか。最強ってことですね。もうフルメンバーで。やばい、違うな。これを封してる場合じゃない。できたの方だ。おー、できた。入れすぎたら、まあいいっすか。いいっす、いいっす、できました。うございます。完成、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃたっぷりあるし、はい、明日の朝と昼と夜までいけますね、うん、はい、いけます。もう明日は汁物作らないで大丈夫です。ありがとうございます。はい、ちょっとざっと1時間お付き合いいただきありがとうございました。いえいえ、あの、楽しかったです。あ、本当ですか。なんか、新しい知識ありました。大丈夫。あ、大丈夫です。めちゃくちゃ喋りすぎて何喋ったかよく覚えてないですけど。いえいえ、ちょっとまた復習しながら。これは絶対、あ、そうだ、ツナ作りますね。あ、ツナぜひ作ってみてください。ツナを作ります。はい、よろしくお願いします。これもまた多分作れそうですね。うん、復習がてらもう一回やってみてください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。ありがとうございます。できました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。失礼します。失礼します。はい、ということで田中圭太選手と鶏汁作り終わりましたね。あの、ちょっと味見していただいたら美味しいって言ってくださってね、ほっとしました。はい、私もちょっと食べてみたいと思います。うん、お野菜のね、甘みがね、しっかり出てて美味しい。ぜひ皆さんも作ってみてください。
ということで田中圭太選手と沖縄とねビビビッとつなぎまして、鶏汁作ってみました、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。圭太選手の、チャンネルの方にも少し見泊まり登場しております。そちらもチェックお願いします。ということで終わりよければワンダフルフードトレーナーの見泊まりでした。ありがとうございます。Is full of questions, and the sky is full of rain. When I'm worrying about what I can't change, I take a look at my reflection and try to make a funny face. And for a second, all my sorrows melt away. As if we just